見て、苗がこんなに大きくなったよ。すごいでしょ。特にミニトマトの成長がとっても早いね。根っこもしっかり育っているみたい。そろそろ畑に植えてみようか。ミニトマトは茎の部分がどんどん伸びていくので、茎を棒で支えるよ。土に植えたらお水をたっぷりあげてね。ママ、ミニトマトを植える場所が足りないよ。こんなに苗が育つと思わなかったね。ベランダにも植木鉢を用意したから、ここでも育ててみよう。無事に育った苗たちを地図の通りに植えていこうね。いい感じで綺麗だね。これから暑くなるので、土が乾いたら忘れずに水やりしよう。大きくなるのが楽しみだな。みんなのチャレンジコーナー。今日はたけしくんとやさにーくんの工作を紹介するよ。短いクレヨンを溶かしてマーブルクレヨンを作ってくれたんだね。カラフルで楽しい形のクレヨンがいっぱいできたみたい。見て、クレヨンの表と裏で模様が違うね。クレヨンが溶けた時に上の方を混ぜるとこんな風に模様を変えたりできるんだね。とっても素敵なアイディアだよ。たけしくん、やさにーくん、ありがとう。ミニトマトの成長を見てみよう。見て、黄色い花が咲いてるよ。この花の真ん中にあるめしべにおしべの花粉がくっつくと、そこからミニトマトの実が生まれるよ。この実は太陽の光をいっぱい浴びることで色が変わって甘くて美味しい実になるよ。この子の名前、トマトちゃんっていう名前にした。今回は赤と黄色のミニトマトを育ててみたよ。畑でもベランダでもうまく大きくなったね。1日でこんなに収穫できたよ。大成功。ミニトマトちゃんが大きくなってくれて嬉しいな。おーちゃん、ここまで育ててくれてありがとう。私たちとっても甘くて美味しいの。おーちゃんにも食べてみてほしいな。酸っぱかったらやだな。えい、あれ、果物みたいにすっごーく甘いよ。よかった。私たちは栄養たっぷり、おーちゃんの体を強くするよ。これからも食べてくれたら嬉しいな。わかったよ。ママ、ポタジェ作り楽しかったね。賑やかで楽しい畑ができたね。小さな種から野菜や花ができるまで、たくさんワクワクできたんじゃないかな。みんなも畑やベランダ、お家の中で、ぜひ植物を育ててみてほしいな。土は何を育てようかな。バイバイ、また見てね。みんなのチャレンジを教えて。ファンファンシープの動画を見て、実験、工作、生き物の観察をしてくれたお友達は、写真を LINE で送ってね。おーちゃんたちのイラストも嬉しいよ。みんなのチャレンジを動画の中で紹介させてね。1チャレンジで1ポイント貯まり、10ポイントごとにオリジナルグッズをプレゼント。まずは LINE に登録してポイントカードを手に入れてね。お便り待ってるよー。